法徳二級のリメイクのお待ちの皆さん、こんにちは、堀重です。本作の原作および新シナリオの監修を担当させてもらいました。そうですね、あのリメイクを発表した途端にすごい反響で、もうツイッターあのね、ポストした時途端にもうね、いいねがね、何万件もついたりとかして、すごい反響、皆さんすごい待ってたと思うんで、すごいそれはありがたかったですね。ありがとうございます。今回ね、いろいろ本当新シナリオを追加したりとか、新井さんにもね、新しく絵をいっぱい描いてもらって、全部がもう新しい絵って、まあ、でも新井さんの絵は全然残ってなくて、あとはそうですね、全シナリオセリフにボイスがついてて、これもまたすごい新鮮ですよね。でちょっとあったのが、まあ、このシーン有名なね、ちょっと見せる、北海道にね、洗濯機外に置かないんだよ、実はこれ、実はですね、壊れた洗濯機を片方取ってるとこじゃないかっていう、まだ見てもらえれば幸いです。あとね、なんだろう、そのバスタオルのシーンが残ってるのはどうかっていうのは結構ね、話題にもなったんですけども、そこはまあ見てるのも楽しいってことで、そこもボイス書いてるんで、楽しみに待っててくれると思います。そうですね、それでこのソフトダウンロード版もあるんですけど、実はパッケージもあってですね、パッケージはですね、すごいいろいろおまけがつくみたいです。どんなおまけがつくかは本当買ってるのも楽しみなんですけども、僕よく知らないんで楽しみにしてます。あとね、いろんな本当追加されてるんですよ。エンディングの曲だったりとか、これもね、聴いてもお楽しみなんですけども、誰が歌ってるのかとかいろいろあると思いますね。すごい僕も楽しみです。発売がですね、そうだな、今年の夏ぐらいって言われてるんで、まあ、それをなんとか目指して、皆さんみんな頑張ってます。期待して待っていてくださいね。どうも、堀重でした。